どうもよだれライダーでございます。皆さんお元気でしてましたか？ちょっと今日は走ってお散歩をしたいなと。後方確認 OK GO。 いやー、桜がね咲いてますね。春ですね。ですね、この間ちょっとモーターサイクルショーに行ってまして、中日のですね土曜日に行ったんですよ。なんですが、天気が悪くてですね、ちょっとバイクでは行けなかったので、ちょっとモーターサイクルショーのなんかおまわりさんがいろいろよおまわりさんがいるね。みんな止まっちゃうんだねこれね。桜が見たくて、そんな感じで行ってきたんですけども、ちょっとね、自分の好きなバイクをほとんど取ってきてるので、興味がない方もいらっしゃるかもしれないんですが、とりあえず撮影をしてきたので、そちらを VTR どうぞ。
We'll be right back.
どうだったでしょうか。自分のね好きなバイクしかちょっと撮影はしなかったので、ちょっと好きじゃない方はいらっしゃるかもしれないんですが、いろんなバイク見てね楽しかったですね。いろんなメーカーさんもいっぱい来てて、すごいなんかまたカスタム欲がね、全然自分の場合はカスタム全然してないんですけど、これしたいあれしたいっていうのはねいろいろ、ありましたね。見ないとちょっと分かんないこととか、見るとまた好みが変わったりとか、いろいろしてたんでね楽しかったです。その後ですね、電車で現地に行ったので、その後ですちょっと月島の方に行ってまして、月島の方でもんじゃ焼きをね食べてきたんですけども、もんじゃ焼きなんてみんなね興味ないかもしれないですけど、興味がない方はもうそこでやめていただいてそのじゃあ、もんじゃ焼きの VTR どうぞ。
そんな感じのもんじゃ焼きをね、3人男3人で食べてましたという動画でした。そんな感じで今回は、全然ツーリングとかじゃないんですけども、この辺でそれでは締めさせていただきたいと思います。ご視聴していただき誠にありがとうございました。桜が綺麗、いいですね。まだ動画終わりたくない感じなんですけども、ありがとうございました。また皆さん、覗きに来てください。また次の動画もぜひ、その時にお会いしましょう。さようなら。ちなみに夜はね、また居酒屋に行って、いつもの、バイクメンバーで揉みたいと思います。それではさようなら。